もただいまポルノグラフィティを聞いております。ポルノグラフィティといえばもともと3人組だったんですよね。それが2人組になっちゃって、でも結構人気続きましたよね。今も活躍してはりますよね。ヘイヘイヘイで、出てきた時まさかこんなに人気が出るなんて思いもしなかったんですけど、正直な話ね、長続きそんなにするとは思わなかったんですけど、ヘイヘイヘイは毎週見てたんで好きやったから、その頃ぐらいまでですね、テレビ見てたのは。そっからもうテレビも見なくなったんでね、M ステは見ないんでね、僕だから全然知らないんですよね。で、他の歌番組も見ないんでね、M ステに限らず。ポルノグラフィティさんです。また最近のアルバムがまあ売ってたら欲しいなと思います。それでは皆さん、また次のアーティストの時にお会いしましょう。次は誰でしょうか。